今日の動物図鑑、ラッコ。ラッコは食肉目、イタチ科ラッコ属に分類される哺乳類で、海獣の一種となります。生息地は北太平洋の北アメリカ大陸から千島列島の沿岸にかけて生息しています。しかし毛皮を採取するのに乱獲され、日本では20世紀初頭に絶滅したと考えられていたが、北海道東部で1980年代から再び目撃されるようになり、モユルリ島、キリタップ岬では繁殖も確認されています。世界的には生息域や個体数の減少を受け保護対象となっており、国際自然保護連合が2000年から絶滅危惧種に分類しています。体長は100から130センチとなり、尾の長さは25から37センチとなります。ざっくり3分の1は尻尾だと覚えれば OK です。体重はオスで22から45キロ、メスで15から32キロとなり、イタチ科では最大種となります。また体毛密度が高く、哺乳類の中でも最も高い部類に入り、これは1平方センチメートルあたり10万本以上の柔らかい下毛が密生しています。全身では8億本もの体毛が生えており、潜水する時も下毛の間に空気の層ができることで、寒冷な海洋でも生息することができます。あれですね、清楚で可愛らしい顔してますが、下の毛は意外と剛毛な女子には傷つかないようにラッコちゃんと呼びましょう。またラッコの臼歯は扁平で幅広く、貝類や甲殻類を噛み砕くことに適しております。水分は海水を飲むことで補っており、過剰な塩分を排泄するためにカワウソ類の平均の2倍もの腎臓を持っているのも特徴の一つとなります。どんなアホでもわかるように、ラッコは海洋の沿岸部に生息し、主に海岸から1キロ以内の場所に生息しています。陸上に上がることは稀ですが、天候が荒れた日には上がることもあるそうです。普段は数十頭からなる群れで生活しています。主に中高生で、夜間になると波のない入り江などで海藻に捕まって休みます。休む時は海藻を体に巻きつけて海流に流されないようにして休みます。可愛いですね。また防寒効果を維持するため、頻繁に毛づくろいをし、毛皮を清潔に保っています。子供の毛づくろいは母親の仕事になります。ラッコは水深20メートルまで潜水しますが、水深97メートルまで潜水した例もあり、約50から90秒の潜水が基本的ですが、最長で4分の記録もあります。食性は肉食で、貝類、甲殻類、ウニ類などを食べますが、魚を捕まえられたら魚も食べます。時には海面で海鳥を捕殺することもあるそうです。貝類やウニ類はお腹の上に石を乗せ、それに叩きつけて中身を食べます。よく見る姿ですよね。飼育されているラッコは自然界にはない道具を使用する他に、水槽のガラスに貝殻を叩きつけることもあり、日本の豊橋総合動植物公園では強化ガラスを叩きつけすぎて強化ガラスにひびが入った例も確認されています。また貝類を食べる際の石や道具、食べきれなかったアサリ等は脇腹のたるみをポケットにしてしまい込んでおく癖があります。ラッコは皮下脂肪が少ないので、体温維持のために1日あたり体重の3割ほどの餌を食べます。そのため水族館等の飼育下では年間の餌代が数百万になることもあるそうですよ。皆さん、水族館にいっぱい行って餌代に貢献しましょう。可愛いラッコですが、ラッコが長く生息する海域ではウニが食い尽くされて、次に貝類を捕食すると言われています。そのような生態から漁業被害を訴えられることもあるが、ウニが増えると昆布などの海藻が食い尽くされる弊害があり、ラッコが生息することでそれを防ぐ効果もあるそうです。2010年代以降に再定着しつつある北海道東部でも、ウニの食害を問題視する人がいる反面、ウニを減らして昆布を保護できるという期待の意見もあります。ラッコの食性が海洋生態系に与える影響は、カリフォルニア大学やブリティッシュコロンビア大学などが研究しています。アメリカ合衆国魚類野生生物局は2022年7月に発表したアセスメントで、ラッコを同国西海岸へ再導入する可能性を気候変動抑制と海洋生態系回復の両面から評価しているようです。良い評価を受けているラッコですが、繁殖様式は胎生となり、交尾と出産は海上で行うんです。春になるとオスはメスに交尾のアピールをし、メスの承諾が得られると並んで仰向けになって波間に浮かびます。オスは交尾の際、胎生を維持するためにメスの鼻を噛みます。可愛い顔してドSで、大抵はすぐに治る軽傷で済みますが、稀に傷が悪化し食物を食べられなくなることなどで命を落としてしまうケースもあるようです。オスは交尾が済むと別のメスを探しに行き、子育てに参加することはありません。とんだ畜生です。
メスの妊娠期間は6ヶ月半から9ヶ月となり、一度に1頭を産みます。稀に2頭の場合もあるようです。お腹に子供を乗せながら海上で子育てを行います。成長すると子供は母親が狩りから戻ってくるのを波間に浮かんで待っています。下垂畜生な父親がよその女とイチャイチャしてる間、母親は大変です。子供が母親を浮かんで待ってる時は無防備になり、オホジロザメに約1割の子供が捕食されてしまいます。成長したラッコは気に入った特定の石を大切に保持し、潜る際には重りに使います。近年は流出した石油による影響のほか、漁業による混獲により生息数が減少しています。ラッコは皮下脂肪が少ないため、体毛が油で汚染され、水を弾かなくなるとたちまち海水に体温を奪われて凍死してしまうんです。また体毛が濡れると密度の高い体毛の間に空気を蓄えられなくなり、浮力が減少して溺死することもあります。もう海中から出る進化をした方がいいんじゃないですかね。アラスカなどではオットセイ、トド、アザラシなどが減少し、それらを捕食していたシャチが代わりにラッコを襲うことが増加し、生息数が減少しています。絶滅する前に海中を出ましょう。本日の復習です。ラッコちゃんと呼ぶのはどのような人だったでしょうか。分かった人は今後の人生に役立ててください。それではまた次回。